日本中国地方広島県広島市中区広瀬、寺町広瀬町、広瀬北町、寺町は広島市中区の地名である。旧大田川が寺町の北東の箇所を三角州の頂点として天馬川と旧大田川に分岐し、寺町の西に広島市道横川へ馬線が通り、その西に広瀬北町、広瀬北町の南に、 広島市道中広宇品那線を挟んで、広瀬町。西に天馬川を挟んで、西区中広町。寺町の北側は、天馬川を挟んで、横川町。寺町の南、広瀬町の東に東菓市町。その東に、旧大田川を挟んで、広島市中心部の中区、元町。広島市中央公園や広島城。その南の祖母広島店や本通り商店街なども、 遠くない、秋国広島、木所えず、城の西側に密集していることがわかる。広瀬町、広瀬北町広島城追記の頃、市街地はまだ多くの部分が埋め立てられておらず、この地区は広くせが続いていたことから広瀬と呼ばれた。その後広瀬村となり、明治以降は広島市広瀬村となった。広瀬村の内南側に位置する地域を広瀬町、 北側に位置する地域を広瀬北町とした、寺町寺院が多く集まっていることに由来する。本願寺広島別院など浄土新州の寺院が多くある。旧大田川を挟んだ対岸は、かつての広島城内に相当し、旧大田川を天然の外堀としていた、広島城の防衛の意図もあり、この地に多くの寺院が集中している。 広瀬町寺町広瀬町広瀬北町広瀬町に関するカテゴリー寺町に関するカテゴリー広瀬北町に関するカテゴリーありがとうございます